そう、ソシエダ久保にボール入んないからね、うん、ソシエダも俺3バックにしてブライトンと同じ戦術にした方がいい気がするんだよ、はいはいはい、あの今のトラオレもっとガンガン高い位置取った方が多分久保と厚み出るよ、うん、多分、うん、ソシエダもやっぱ4枚横並びないよね、結構スペインそういうの多いよね、うん、4バックが。そうするとやっぱりそのトラオレと久保の距離遠くなってさ、うん、久保一人ぼっちで仕掛けるからね、うん、やばい。ソシエダ決めた、お、久保アシスト、え、久保アシスト見たい、久保すごいな、すげえな、結果出すな久保、マジ結果しか出さないよ。コーナーか、メリーノ、メリーノ決めたの、いや、ソシエダまた久保アシストだね、久保2アシストだよ、え、ガチ、うん、またすごいな、また数字出すな、今日久保できる男だな、あれアシストじゃなくね、味方が、いや、久保のアシストじゃないの、じゃないの、うん、アシストももっと緩くていいよね、まあね、だってこれもぶっちゃけもう久保にもちょっとさ、うんうん、0.3 アシストぐらい上げてほしいよ、ね、うん、パーセンテージでアシストねパーセンテージ多い人があスピメンディか、今決めたの、スピメンディマジうまいよな本当に、あ、分かる、 PK 獲得者にもアシスト欲しい、分かるわ、あ、いや本当そうだよね、確かにポイント上げていいよね、そのね、あれまたやってるぞ、久保決めた、久保決めた、いや久保すごいやん、もうすごいやん、久保決めた、どんなゴール久保さんね、え、ソシエダ強いの、いや、ソシエダ強いよ、あー、ファーストダッチよかった ね、うん、あそこ前入ってこれたの、加速あるな久保、うん、わちょっと内側に ね、右足か、右足か、いや、久保のファーストダッチすごいわ、やっぱうまいわ、サディクのおかげかな、わら、サディクがね、変えてくれたから、確かに確かに、久保ユニフォーム上げちゃったね、これ、あ、ハーフタイムになったからか、あ、これってイエロー出ないのかな、ね、ハーフ脱ぐのはいいんだ、いいんだ、いや、久保マンオブザマッチだね、このまんま行くと、うん、久保のユニフォームもらえるとか超ご褒美だけどね、うんうん、普通に久保の使用済みユニ、うん、久保だってスペインのスターでしょ、ね、普通に、いや、そうよ、あー、てか俺久保のユニフォーム欲しいな、普通に、そしてなるね、うん、背番号14だし、今来た、タケエグいな、いや、タケすごいよ、いや、久保はすごいね、いや、でも日本人すごいけどね、三笘も今日すごい、やっぱ三笘もすごいな、やっぱり久保もすごいけど、いや、日本さ、久保と三笘の両ウィング冷静にエグいぞ、あ、まあ久保ウィングじゃねえのか、代表だと、まあ伊東純也もすごいからな、いや、そりゃ日本強いわけよ、やっぱ弱いはずないもん、久保、久保じゃねえや、日本久保がボになった、伊東純也もね、なんかもっと、まあ年齢か、やっぱ伊東純也はね、ビッグクラブでもやれそうだけどね、全然、あ、そう、オヤルサバル出産の立ち合い行ってた、え、それで本当に休むんだ、いや、すごいね、えら、それで試合欠場すること、あ、やっぱ海外、やっぱ考え方違うのかな、あ、やっぱそうじゃない、仕事やもだけどみたいなね、うん、やっぱ家族のね、うん、そういうことが第一なんじゃない、すごいね、それね、うん、いや、素晴らしいよ、だとしたらすごい、うん、ヒューマンファーストだね、うん、おやる、めっちゃウケんなおやるじわるな、まあ、おやってんな、おやってるからね、今おやるサバル、誰よりもおやってるわ、ね、誰よりもね確かに相当親ってるからね、いや、誰よりも親ってるよね、え、うん、親った結果今だからね、うん、で、オヤルサイラバルが親ったことによってサディクボロクソに言われてるからね、うん、本当はオヤルサバルだから確かに、かわいそう、かわいそう、サディクさ、おもろすぎるな、さっきからまあ、サディクちょっと不器用すぎるもんな、わかるよ、それは、いや、サディクもっと良かった気がするんだけど、あの怪我する前、昨シーズンか、また怪我の影響、うん、なんかサディクもっと器用じゃなかった、うん、ガッチガチになっちゃったよな、急に、オヤルサバルは温存、怪我、オヤルサバルはですね、なんと出産に立ち会ってるのでお休みです、今日は、いや、でもね、そこをね、尊重してくれる、そのなん、国のあれなのかな、日本だとちょっとどうなんだろう、そういうのってはぁってなんのかな、これはなんとも言えないよね、国のオヤルサバルはガチで親ですよ今日は、でもそれでもやっぱすごいね、こやるってやっぱさ、もうこれ全然オヤルサバルをリスペクトしてないとかじゃなくて、やっぱ言うてすごい大金の給料もらってるわけじゃないですか、でやっぱ1試合に対する重みめっちゃあるじゃないですか、ラリーが、まあ今日 3-0 で勝ってるからいいんだけどさ、それでもやっぱね、出産立ち合いで休めるんですね、でさ、日本だとさ、ちょっとなんか言われそうじゃん、なんか、いや、お前仕事なんだからみたいな、まあそれもまあどうなんだろうな、スペインはそれでどうなんだろう、たた文句言うやついんのかな、やっぱオヤルサバル、お前何してんだよみたいな、ああ、産休も含めての給料よ、あ、それ深いね、まあそうだよね、
やっぱり鎌田次ソシエダ、あ、なんかそれ前も出てたよね、鎌田ソシエダ説。どんなんそれ。でもめっちゃ面白いと思うけどね、鎌田ソシエダは。なんかちょっとミリキキのメリーノ感、じゃ、まあちょっと違うけど若干そんな感じになりそうだけどな。ミリキキのメリーノ風、まあね、メンデス、メリーノ、まあメンデス今のところね骨折説出てるからね、冬の遺跡で目来たら面白そうだけどね。あと結局やっぱ試合数多いから、なんかスタメン争いっていうよりかはなんか共存していくというかね、うまく総力戦になるからね。なんかスタメン争いあんま、やっぱ強いチームはスタメン争いっていう考え方じゃないよね、ちょっとね。もうぶっちゃけさ、三笘とアディングラとかもさ、もうなんか鬼のスタメン争いするかと思ったらさ、やっぱり蓋開けてみたらもういてくれた方が助かるからね、争う感じじゃなくなるもんね結局ね。確かに鎌田市場価値超高いからね。ソシエダ取れんのかね。ああ、メンデス、メリノのサブか。なるほどね。まあ、久保と超仲いいからね。代表カメラとかでもすごいよね。久保と鎌田ずっと一緒いるもんね。ゼロトップはないのかな、鎌田の。それこそ、センターフォワード。それこそ、オヤルサバル的な使い方。なくはなさそうだけどね、鎌田だったら。ただ、今乗る次第のところになるけどね。鎌田使う、そうだな。アンカーもできるけど、やっぱスビメンディ上手すぎるからね、ちょっと。スビメンディ、メリーノ・メンデス、左ウィングバルネチアいるでしょ、右ウィング久保でしょ、オヤルサバルか。どうすんだろうね、鎌田。もうソシエダ説どのぐらいのレベルなんだろう、それ。結構濃厚、濃さどれぐらいあんだろうね。あー、スビメンディビッグクラブ狙ってる。いや、そうよ。相手によって竹トップ下のポジション、オプション作ってほしいね。いや、あの、結構ソシエダは本当に、あれよね。本当久保がウィングで孤立してる時マジもったいないからね。今乗る日本代表の試合見てほしいよね。今乗るに日本代表の試合さ、もう、日本人が急にリンクを送りまくっていや、だから見てると思うけどね。ウィングだとね、ボール来ないとき来ないし、あとプレスバックちょっと異常に疲れるからね、消耗えぐいよね、やっぱり。お、確かに鎌田のグロスありだね。確かに鎌田の左サイドバックとか面白いけど、ソシエダちょっとね、4バック横並びだからね。ブライトンだったら面白いんだけど、ちょっと今乗る意外とあの、なんつうんだろう、オーソドックスだからね。鎌田左サイドバックに置く勇気はちょっと今乗るにはなさそうだけどな。結構王道的なの好きだからね、今乗る。まあそれこそティアニーとかトラオレとかね。スペインがちょっと偽サイドバックっていう文化ちょっと薄いもんね。ブライトンも面白いけど、今のブライトンだったらちょっと佐野回収的なの欲しいよね、やっぱり。そしてな、偽サイドバックやん、まあ、たまにね、偽サイドバック風はするんだけど、ゴリゴリの偽サイドバックはしないからね。あの、グロスとか、異常よ、やっぱり。そしてなかったね。あ、久保 MOM ね。すごいね。久保すごいなぁ。ということで、はい、動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。